コミュニティの中でも、年上と年下とかね、そういう同期の人とかね、行ったりしますし。はい、ジャパニーズペラペラドです。今日はですね、隠語1個目ですね、パート1、隠語1つ目をね、ご紹介したいと思います。まずはこれ、縦飲み横飲みっていう言葉がですね、このこれは飲みと読みますけど、縦横で飲みなので、まあ、縦と横が分かれば大体分かるんじゃないかなと思うんですけど、縦っていうのは縦ですよね、バーティカルで、横はサイドですよね、横。縦に飲む、縦飲み横飲みってどういうことかというとですね、縦は、自分よりも年上の人と年下の人の人との飲み会、飲むことを言います、お酒ですね。で、横飲みは同じ、会社で言ったら同じ時期に会社に入った人と飲むことを横飲みと言ったりして、先輩後輩ってね、日本人には特色なのか、まあ日本語にはね、特色なのか、その、コミュニティの中での、年上と年下とかね、そういう、単語が結構多いんですね。その中で先輩後輩っていうのを、動画でね、説明してますので、先輩後輩のこともね、ちょっと知りたいなっていう人は、先輩後輩のね、動画を見てください。で、横飲みの時にですね、横飲みってその同じ時期に会社に入った人とか、同じ時期に始めた人っていう意味で同期って言ったりするんですけど、同期はですね、これもまたちょっと英語で説明するとなかなかその言葉がないんですよ。だからまあ同じ時期に始めた人、同じ時期にスタートした人っていうのをまあ言ったりしますね。逆にその学校とかで1年生、2年生、3年生っていうのがもうクラスとかで決まってる場合は逆に同期ではなくて、その場合はまあ同級生なんですけど、会社とか仕事ですよね。大人になってから同じように始めたような人、同期なんて言ったりします。これ気をつけてほしいのは、同期っていう言葉自体が人のことを指すんですね。だから、同期の人とかね、言ったりしますし、そのまま同期と飲んだとか、同期とお酒を飲むとか言ったりします。あとはね、IT 系の人でね、同期っていう単語があるんですね。パソコンとかでね、よく使いますけど、それも同期っていうのを同じ漢字と同じ、発音なので、同期。だから見分けとしては、まあ、同期するって言われたらこっちの方ですね。同期の人とか、まあ、そのまま同期と飲むとか、何かそういった話だったら、同じ年の人のことですよね。なので、まあ、それだけちょっとね、ややこしいというか、それだけちょっと、混乱しますけどね。まあ、それだけ気をつけてください。今日はですね、隠語の1位でした。縦横ってね、結構その、年をね、表現するときによく使うんですね。それが出たので、ね、ついでに紹介すると、つながりっていうことがありますね。縦のつながり、横のつながり。つながりって何って言うと、コネクションですね。人と人とのコネクションのことをつながりって言って、縦のつながりだと、年が上の人、先輩、後輩とのつながり、コネクションが、のこと、コネクションのことを意味しますね。横のつながりっていうと、同じような同期の人たちとか、同じ業種の人たちとのつながりとか言ったりします。はい、今日は隠語1でした。次もね、あともう少し紹介していきますので、ね、会社で働いている友達がいたらね、ぜひこの動画をシェアしてあげてください。